八幡岬から銚子にかけての外房の海には、昔から漁師たちの間で言い伝えられているこんな怖い話がある。それはお盆の頃で、浜に西風が吹き霧が出た日には、波がいくら静かであっても、沖に得体の知れねえ妖怪が出て、帰って来られなくなるってことだ。ずいぶん前の夏のことだが、若え漁師たちが、そんな話迷信だっぺ。魚とんのに盆も正月もあっかよ。って年寄りたちが止めるのも聞かねえで、漁に出て行ったんだそうだ。その日はいつになく魚がたくさん取れて、みんな鼻歌混じりで上機嫌だったと。そろそろ暗くなるべ。けっぺか。と誰かが声をかけた時に、沖の方がやけに明るくなってきた。そしたら嫌に生あったけえ風が吹いてきて、あたり一面変な匂いが漂ってきた。漁師たちは、こらおいねや、早いとこ帰っべや、と言って帰り支度を始めた。すると濃い霧の中から人の掛け声みたいなものが聞こえてきた。その声は、もうれんやっさ、もうれんやっさ、と言っているみたいだったと。そのうち気味の悪い声は船のすぐそばまでやってきて、えれえでっけえ声で、もうれんやっさ、と言った後、びっくりするようなでっけえ手が海の中から突然現れて、漁師たちに、ひしゃくかせ、ひしゃくかせ、と言い続けるんだと。みんなは薄気味悪いし、その場から早く逃げ出してえもんだから、ひしゃくを、ほらよって、おん投げた。すると、そのでっけえ手は、えれえ速さでひしゃくで海の水を汲んで、あっという間に船を沈め漁師たちを海の底へ引っ張り込んでしまったそうな。この話は、運よく通りかかった船に助けられた漁師の一人によって、わかったってことだ。助けた船も妖怪に出会ったんだが、一人年を取った漁師が乗っていて、昔聞いた言い伝えを思い出し、とっさに秘策の底を抜いて、妖怪に渡したため無事だったという。何でも昔どこかの船が、台東岬の沖で漁をしていたところ、海が急にしけて、船の中に水がいっぺい入ってきたので、必死になって秘策で汲み出したが間に合わず、とうとう沈んでしまったってことだ。その船と一緒に海に沈んだ漁師たちの亡霊が、お盆の頃になると出てきて、ひしゃくかせ、ひしゃくかせ、って言ってるかもしれねえんだと。それとも妖怪どもが、もっと仲間を増やそうと思って出てくんのかもしれねえとさ。だから漁に出て万一、沖でそんな妖怪に出会ったら、ひしゃくの底を抜いて渡すといいって話だ。